どうも、あたるちゃんです。さあ、今日はですね、いやいやいや、買ってきましたよ、久々にね、食器買ってきました、また怒られるやつ。ね、またなんでまた食器を買ってくるんだと。あるじゃないかと。うん、ね。でもね、出会ってしまったんだね。うん。出会ってしまったね、食器をね。うん、ね、ちょっと話しかけないでしょ。どうも、あたるちゃんでございます。さあ、今日はですね、いろいろまたね、リサイクルショップで買ってきたやつ、うん、ね、食器とかね、いろいろ買ってきましたよ。締めて1万後半、2万円いかないぐらい、うん、2万円いかないぐらいでね、最もね、気に入ったものを全部買ってきた。お食器ね、またね、これどこにしまうんだと、洗うのは私だと怒る方いらっしゃるけど、出会ってしまったんだね。うん、出会ってしまった。うん、まあ、食器と出会いだから、うん、ね、でその買ってきた食器をね、これね、紹介していこうかなと思うんですよ。うん、ね、はい、どうぞ。あ、水飲まないで死ぬかよ。失礼します。水飲まないで死ぬかよ、ばあばね。早速ご紹介でございますよ。まずこっち見える、見てー、こっち来る、でーん、コックコート、コックコート、あのコックさん着るやつ売ってた。ねえ、ねえ、コックさん着るやつ買ってきた。もう十何年料理やったらもう着ていいでしょ、これね。十何年やったら形から入らないから、俺はね、形から入らない、やっと形に。そしてね、これ見て、あのショートエプロン、これをね、こうすんの。ね、似合うかどうかわからない、ね、まあ、この2つ買ってきましたよ。コックコートとショートエプロン、ね、安倍首相陣、まあ、これあげてみようか。ごめん、あそこのさ、ライトがなんかうるさいから消して。安倍首相陣、来月次に総裁選、ね、お皿どう、マグロ、マグロに入れるやつ、おしゃれでしょ、おしゃれ、これ2000円、安くない、これ熱いでしょ、このいきなり一番いいやつ持ってきちゃったな、これ、これかぶってる、2000円、これ4000円ぐらいするらしいよ。この厚みがいいでしょ、この厚みも、うん、足もついてるんだ。そう、足もついてもいいでしょ、ね、お安い。次ね、待って、じゃあこちら、エドムンド・フェルプス、ほら、これ良くない、これ800円、ね、見て、この緑がね、青もあったんだけど、青はちょっとね、ちょっと料理は映えるんだけど、やっぱこっちの方がね、ちょっとグラデーションかかってよかった。この縁からね、この緑にこっち選んじゃったね。800円、ね、お安い、これ迫力ある、なかなかね、うん、次どれ行く、国、これこっちです。なんでやねん、これ意味わかんない、これ入るかな、これギリギリ入っちゃう。おお、ね、ラザニアなんかいいんじゃない、ラザニアね、これいいでしょ。これがね、いくら万円だったっけな、これもね、2000円ぐらいかな、2000円でした、あ、ほんとだ、2000円ぐらい、よく覚えてる、よく、もうこうだったね、2000円、大きい、これ買ったらやっぱ高いよ、そこそこする、4000ぐらいするよ、これ、これやってた、次どれ、これ、うん、嘘気になるね、うん、じゃこれだ、なんでやねん、ばーこれやー、いやー、これ似たようなやつ、四角になってる、似たような、そう、四角だからね、なんだろう、あ、1500円だって、こっち安いの、1500円ね、安これね、ラザニアとかできるね、この中に入ると思うよ、上手だね、ほら、ちょうどいいじゃん、オーブン、これ二段構えだよ、これ二段できるよ、ラザ上のラザニアの下、ラザニア、ラザニア用だね、
あ、サラダにもいいね。なんか目見える。サラダかぶってるかぶってるね。うん、いいね。それいいね。これいいね。これいいでしょ。うん。うちにない系統のものだね。ちょっと洋食っぽいやつ。じゃあプランパーマみたいなやつでやって。あ、ちょっと待ってよ。ついてくる？これ。うん。気になるのなくてな。すごい気になるでしょ。これだな。なんでやん。これもいいでしょ。え？さっきの。似てるでしょ。1600円。これ似てるでしょ。かぶってるんだ。似てるでしょ。でもこっちはね、これ似てるけど、まずね、あのね、深い彫りがね、彫りが深くて、で広い、ちょっとね、でキンキとかカレーの煮付けはこっちはね、こっちはなんかね、寿司とかさ、なんかあのちょっと小も、あの何、汁物ちょっと弱いかもしれないじゃん、こういうとこから。これと汁物いける、ちょっとね、煮魚とか煮付けとか、こっちは肉系統かな。うん、1800円。おしゃれで安いくない、これ。これ金で恋をしてしまったね。さあ、いよいよこちらでございます。鉄鍋。わあ、これ何？これね、蓋なし3000円だったの。でもいっぱい買ったでしょ。いっぱい買ったからね、蓋なしって言って蓋入ってたよ。だからね、蓋ありなんでこれね、4000円ぐらいするんですよ。これなんか5000円ぐらいするんだけど、蓋なしって書いてあるけど、これ蓋ついてたよったら、じゃあ蓋あげますって言うからね、ついつい買っちゃいましたね、鉄鍋。うん、これこれはなんかもうな、ほら、ね、でっか、いこ。あ、これだとあれもできるじゃん。顔よりでかい。ヤマンバンチにあるやつ。そう。いや、そう、牛飼いとヤマンバンチにあるやつね。ヤマンバって何？ヤマンバって？うん、あのね、おっかねばあさん。鉄鍋。重い。ここってね。いや、軽いよ。これ釣ってさ、下から火炊いたほら。ヤマンバンチやん。ヤマンバンチ。出るやつね。これ。こうつってさ、これはあの娘の目玉だとかって食べるやつ。怖い。これ湯豆腐、しかも鉄だからさ、ね、あれ効くんじゃない ？IH も。ヒヒヒってできるやつ。次は？3000円。うん。ね、じゃあ次は。じゃあ待ってちょっとうるさいね。大丈夫か。大丈夫。ほら、似合うな。次、さあ、くんくん。さあ、いよいよ来たよ、これ。いよいよ。さあ、どっち行く？どれ行く？どっち行く？どっちにしようかね。画面でも言う通り。はい、こっち。こっち？うん、じゃあ、これから行こうか。なんでやねん。猫が戯れておる。暖かいだから。猫が騒いでる。えい。あ、わかった。これジュースのやつ。これ。じゃ、これジュースじゃないんだな。これね。焼酎入れて焼酎こってやったら焼酎出てくるやつ。焼酎って何？焼酎、お酒だ、お酒。お酒って。うん、すごい。売ってたのこれ。これ逆だな。1500円。それより安いの。そう、安くないこれ。しかもほぼ未使用品ね、これ買って、焼酎を20本ぐらい飲まないと当たんないやつ。1500円。次はどっちにしよう。これ綺麗でしょ、これ。な、焼酎でもいい。まあ炭酸きついね。焼酎、ワインもきつい。焼酎だな、やっぱな。うん、日本酒とか焼酎だな。リンゴジュース入れてあげな。いやベタベタなの。さあ、くにくん、どちらにしようか。手の数でも言うと盛り入るぞ。こっち。うん、じゃあこっち行こうか。長いやつ。餃子入れるやつ。フランスパンでもね、1500円。よっしゃ、ね、まあこれもね、ちょっと先行っちゃいましょうか。じゃあいよいよ、くにくん、これでしょ。はい、ね、似てる
これ。何使うんこれ、教えてください。800円だ、安い。これこっち800円なの。こっちなんかね、コートみたい。おそらく餅こうやっていくじゃないの。餅をそうめんに使うやつやな。どうやってた、何使うんだこれな。知らない、聞いてみたら。ちょっと待ってて、なんかちょっと和式トイレみたい。和弁みたいな、和弁。カレーをこう、カレーをこういくのかな、こう。違う、うん、ね、800円だ。何かな、これは。なんだろうね、なんでちょっと深いんだろうね。こう、なんかこう、ちょん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 って置くやつ。なんかこう、こういってリッツパーティー。リッツパーティーかな。これなんかサラダ持ってもいいけど、これサラダちょっとね、もう猫がガサガサ、ね、猫ガサガサ、うるさいな、うん、これ謎ショックかけてね、ガサ、ね、ね、うん、謎ショックかけてガサガサ、俺が喋るとガサガサ。あ、800円なんだ、これ2枚、2個買えたな。これ2個買ったらどうだったかな。これすり身だけだ、わかんないこれね、うん、なんだろうね、なんだろう、何使うんだろうこれ。まあ、ちょっと便器っぽいね。便器臭がするけど、まあ、まあうんこでも食べますか、これね。というわけでね、こんな感じでございますよ。終わり。締めがうんこでも食べますかってどういうこと。違うわ、きっとうんこは。で、真面目に突っ込んでくれる息子ね。ね、これで新しいね、うん、なんかちょっと意気消沈、最近ちょっとやる気のなかった、あ、料理もね、ちょっとこれでちょっとだけやる気が出るかもしれない、うん、うん、ありがとう。これがここら辺が一番いいかな、これとか、うん、これなんかもうやる気出るね、ご和食とかね、うん、もうこれを湯豆腐なんか簡単でいいね、うん、これなんかこう切ってやりたいことでね、うん、早く死ぬやつだね、これ。うん、でまあ、ヨミちゃんはこれね、もうラザニアにラザニアできるから、ヨミちゃんね。好きなだけラザニアやってくれ。うん、ね、これなんか、中華なんかいいね。これ、麻婆豆腐なんかいいじゃん、これ、麻婆豆腐。大好き。ねえ、これ。さあ、というわけでね、ゆっくりこれ。はい。さあ、締めて、2万円いかないから、こっちも、こっちも。さあ、これでね、2万円ぐらいで買ってきまいりました。さあ、まあそんな、そういう買ってきたよってだけの動画なんで、お買い物日記、お食器バージョンね、うん、いや、新しい風が吹くぜ。というわけで、ありがとうございました。今後ともよろしく。またね、バイバイ、良いお年を。良いお年をって、バイバイ、良いお年を、良いお年を。